はい、どうも、コビーです。ということで、本日は、こちら後編の動画になってると思うんですけども、乃木坂46 29枚目シングルアクチュアリーのオンラインのチャンネルに深い、富里奈央編。ということでですね、前編見てない方はぜひね、前編を見てから後編見ていただきたいんですけども、こちらの後編では富里奈央ちゃんの7枚出し、こちらだけをお話ししていきたいなと思います。まさかのね、この一回だけの右上で一本の動画を作るとは思わなかったね。はい、なんだけど、満足度で言うとマジで30ループぐらいの満足度あるから、見応えはきっとあると思う。うん。だからぜひ最後まで見て。ということで、この動画少しでもいいなと思った方は高評価、コメント、さらにはチャンネル登録してくれたらめちゃめちゃ喜びます。ということで、やっていこう。はい、ということでね、早速話していきたいと思うんですけども、まあ、今回もね、前回と同じスタイル、このバッジとタオルで行ったんですけども、まあ、7枚出し、実は初めてで、今まで最高でも4枚出しだったかな ?7 枚ともなると、まあ、結構変わるじゃないですか。だから何やろうかなと思って、そしたらね、ツイッターの TL に流れてきた、リスナーさんのレポを見て、うわ、これ俺もやりてえって思ったやつがあって、それがね、褒めっこゲームみたいなやつをやってる方がいて、うわ、これ俺もやりたいと思って、なおちゃんと褒めっこゲームをやってきました。はい、ということで、早速お話していきたいと思います。まずね、3、2、1、バーンって来たら、なおちゃんやっほーって言って。で、そしたら、なおちゃんも、今日はね、なおちゃんね、なんだろうな、あれ。ちょっとゆるく巻いてた感じはあったし、上、なんかちょっとどっかでくくってた気がするんだけど、なんていう髪型なのかって言われたらちょっとわかんない。でもお姉さんっぽかったよ、すごい。落ち着いてる感じで。綺麗だった。ということで話していきますと、まずね、なおちゃんが、あーって言って、コビーさんだーって言ってくれて、やっほー、コビーさーんって言ってくれて、もうニコニコの笑顔ですよ。やっぱね、かわいい。俺さ、これさ、ミーグリレポでいちいちさ、かわいいとか挟むじゃないですか。これ見てる視聴者さんってどう思ってんの？早く話せよって思ってる。どうすか？ちょ、真面目な悩み。合間合間にリアクション入れていいのか、それとも一気に話してからリアクションしようなのか、どっち派ですか？どっち派？ね。教えて。はい。ってことで、そしたら俺がね、今日ね、実はやりたいことがあって、って言って、褒め合いっこゲームをしたくて、って言って。で、そしたら、なおちゃんも、おうおうおうって言ってくれて。で、交互に褒め合いをして、見分けたら負けってやつなんだけど、いいって聞いた。で、そしたら、なおちゃんも、いいよいいよって言ってくれて、よし、じゃあ俺から行くねって言って。で、そしたら、なおちゃんが、あーって言って、コビーさんバッジつけてくれてるって言ってくれて、あ、やべえって言って。ありがとねって言って。俺がね、前回の動画で、バッジとタオル触れてくんなかったみたいなのを言ったじゃないですか。それを俺は、その瞬時に、あ、これ、前回の動画見てわざわざ言ってくれたんだな。これ気使わしちゃったなって思って、うわ、ありがとうって言って、ごめんね、わざわざって言って。うわ、悪いことしたなと思って。で、そしたらなおちゃんも、動画見たからねって言ってくれて。うわ、かわいいと思って。しかもそのなおちゃんがなんかちょっとね、こう、おーみたいな、なんかちょっといじる感じ。動画見たからねーみたいな。なんかそんな感じのテンション感で言ってくれて、かわいいなーと思って。で、俺も、うわーって言って、ごめんって言って。そしたらなおちゃん、ちゃんと言わなきゃねーって言って。で、俺も、いや、ごめんごめんごめんって言って。で、そしたらなおちゃん、気づいてたからねーって言ってくれて。あとタオルも飾ってくれてるって言ってくれて。で、俺も、ありがとうって言って。うわ、やばい、早くしないとと思って。じゃあ、なおちゃん行くよって言って。で、そしたらなおちゃんもこう構えてくれて。で、俺が、って言って。スター誕生のなおちゃんが、もう毎回毎回可愛すぎて、もうハーフアップも可愛いし、ハーフツインも可愛いし、巻き髪も可愛いし、あと、ナオポニもめっちゃ可愛かったって言って。で、そしたらなおちゃんがね、その耐えてる顔がめっちゃ可愛くて、まずこう胸を押さえるわけさ。で、こうやって、うんって聞いてんの。で、そしたらもう、なおちゃん申し訳ないけど、めっちゃニコニコなの。もうここにグーってやりながら、みたいな。もうめっちゃニコニコなわけさ。で、そしたら俺も、なめなめにやけたら、って言って。
で、そしたら、もうなおちゃん、もう我慢できて、うん。って。で、すごい吹いたような感じで笑ってくれて、で、俺も、あれって言って、で、そしたらなおちゃんが、なんだっけな。あ、いやー、これはみたいな。ちょっとなんかごまかす感じで。いや、これはくしゃみだからって言って。あー、なるほどね。じゃあいいよみたいな感じで言って。で、そしたらなおちゃんが、行くよって言ってくれて。コビーさんはって言ってくれて。まずダンスが上手くてって言ってくれて。で、可愛くてって言ってくれて。で、私のことを好きなところが、一番好きみたいな。もう、一番好きでもう首をククってこう、かしげてくれた。もうその瞬間もうボーンカーもうバーンもうその前の褒め言葉ももうめっちゃ嬉しいし、いやいやそんなことないよって思ったんだけど、もう最後でもうブワーンもう爆発して、で俺も途中まではそんなことないそんなことないみたいな感じでこう首をかしげたりちょっとこう白目したりして耐えてたの。それじゃ最後にさ、こんなこと言ってくれるもんだから、もう、思いっきり吹いちゃって、ブーみたいな。で、カーって笑って、もうそこでお時間ですって出てたから、もうそのままファーって消えていっちゃったんだけど、ちょっと待って、一回整理させて。ダンスが上手い。まず上手くないし、現役のアイドルにダンス上手いって言われるの、めっちゃありがたいけど、いや、全然そんなことないし、で、可愛くてって言われて、いや、え?ちょっと、もう超極大のブーメランぶっ刺さってますよ、なおちゃん。いや、俺まず、なおちゃん何歳?あなた15歳ですよね。15歳の女の子に可愛いって言われる23歳って何?どういうこと?で、最後の、もう私のこと好きなところが一番好きって。推し返しかねえ。推し返しかねえ。なんかこう、いろいろ好きなところ言ってくれるけど、結局はやっぱり私のことを推してくれてるところが一番好きっていう、この完璧な、もう100万点満点のアイドルの回答。素晴らしい。これをね、アイドルになって3ヶ月ちょいで身につけてるなおちゃん。恐ろしい。すごいよな。しかもさ、これとこれに関してはマジで、普通に申し訳ねえって思っちゃった。なんか。いや、やっぱ、ミーグリレポの動画って、そんな興味ないや、言うて。だって自分がさ、ファンの人と話した内容なんてさ、正直、あんま見たくないやん。だし、普通喋られるのって、あんま嬉しくないじゃないですか、普通は。やっぱこう、なんか、嫌だなって思っちゃう部分あるのに、なんか、ちゃんと見てくれてるやん、なおちゃん。なおちゃん?そんなちゃんと見ないで?はずいし、なんか申し訳なくなるから、そうだから、これ触れてくれた時に、うわ、やべえ、やっちまったと思って、嬉しいけど申し訳ねえと思って、気使わしちゃったなと思って、ちょっとこれ反省。なおちゃん本当にすごいなって思う。本当、15歳じゃないのよ。何もかも。落ち着き方とか考え方とか、この人類での対応とかも、全部が15歳じゃないし、なんか本当に、本当に、本当にすごいアイドル。マジですごい。なおちゃん、あなた、すごいです。もう、すでに最強です。はい。しかもこの褒めっこのゲームって、多分、こう、軽く言って、耐えて、言われて、耐えて、みたいな、結構こう、やりとりするゲームなんだけど、なんだけど、このなおちゃんも完璧にこの、ワンパンで仕留めてくる感じ。この、一回で仕留めてくる感じが、まあ、多分、ミーグリのね、残り時間とかも見て、やってくれたんだと思うんだけど、なんかもう、全部、ひっくるめて、いや、なおちゃんすげえよ、マジで。いやありがてえな、本当に。本当にありがたい。はい、という感じで、褒めっこゲームは、ちょっと、1ラリーしかできなかったんだけども、大満足。毎回大満足。いや、すごいよな、本当に。だって、こんな綺麗に収まるんだぜ。7枚だしね。すごくね。しかもさ、これもこれも回収しつつの、俺がやりたいゲームもしっかりやるという。え、マジですごくない？天才やん、もう。はい。という感じで、なおちゃんの7枚出し終了でございます。最強アイドル、最強アイドル、なおちゃん最強、最強アイドル。ということで、6月5日のミーグリレポは終了でございます。ありがとう。
みんなありがとう。はい、ということでね、いかがだったでしょうかね。今日も、大満足のみぐりレポでございました。ということで来週はね、みぐりないんですけど、再来週18日、全国版のみぐりがありまして、そこではですね、なおちゃんの件が3枚、でそのペア相手のあやちゃん3枚で、みくちゃんが11枚で、そのペア相手のいろはちゃんも11枚見送りしてきますので、楽しみにしていてください。推しメンであるみくちゃんとはですね、1ヶ月半ぶりぐらいの、見送りですね。ドキドキです。はい、話すこと多すぎてもう何から話していいかわかんねえはい、まあそんな感じでね、まあ楽しんでいきたいなと思っております。ということで本日もおいしいところありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。美味しくなるよ。